お帰りなさいませ。ご主人様、今日もお疲れ様です。今日はご主人様が留守の間、訪問してきた人はいませんでした。えへへ、私はこの家の番犬ですから、報告は当然です。あ、お夕飯になさいますか。はい、私もお供します。ふぅ、ごちそうさまでした。やっぱりご主人様がくれるドッグフードは格別です。いつもと同じだからいいんですよ。改めましてご主人様、本日もお疲れ様でした。本日の業務はいかがでしたか。そうですか、会社でミスを。だからご帰宅の際少しうつむいていたのですね。でも大丈夫です。ご主人様は私にはできないことがいっぱいできます。料理も掃除も洗濯も犬の私には決してできません。ですからご主人様はそんなミスなんて気にしないでください。ご主人様は犯したミスより圧倒的にできることの方が多いんです。私は犬ですけど、いや犬だからこそご主人様の凄さを知っていますから。え、なんで泣いてるんですか。私何か慰めてくれてありがとう。ふっふっふ、当然です。私はご主人様に忠誠を誓った犬ですから、私はいつでもご主人様の味方ですよ。やっと落ち着かれましたか。うん、泣き疲れて眠くなってきたですか。はい、ベッドまでお供します。あのご主人様、その今日は良ければ私も一緒に。いいんですか。やったー。では懐失礼いたします。ふー、やはりここが落ち着きます。言葉を喋れるようになる前からここが一番のお気に入りでした。ご主人様覚えていますか。私が初めてご主人様の前で人の言葉を話した時のこと。ご主人様はあの時、喋る私を気味悪がる素振りも見せず、それどころかいつもの君だと撫でてくれた。私はそれがこの上なく嬉しかったのです。たとえ人語を口にしても、ご主人様が私を受け入れてくれたことが、その恩を返すためにも私はこれからも言葉通りご主人様の犬として尽くしてまいります。って、あれ、ご主人様もう寝てしまったのですか。おーい、寝てる。まあいいです、私の心にきちんと誓いは立てましたから。おやすみなさい、私だけのご主人様。